柄を拘束する。かけちゃうね。俺漢字好きかもしれん。全員戦士どうぞ。はい。ねえ、あーそうか、これは料理が全世界。抱くっていう字しか出てこなかった。かっけえ。なんでだよ。インディアンポーカーにしますか。2人で負けたらテキーラ、俺が負けた時はじゃあ2筆にしてあげるわ。俺が負けたらいきますよ、はい、せーの、はい、いつでもいいよ。俺が弱いってか交換します。でこれはもう帰れない。はい。俺はもう降りれないからね。もろお前いいんだな。よ、せーの。一筆が終わった。できた。何なのお前は。何してんの。こいつ何してんの。何インディアンポーカー初めて全敗しちゃって。10回いっぱい回したよ。でこれでこれやる気がないんだよ。見てて。せーの、はい、うん、なるほどね。帰ろうかな。せーの、高め。あー、もうなんだこいつ、意味がわからない。エスケ、こっち準備があるかな。危ない。危な、俺がだってやったぜ。危ない、危ない。次は俺も危ないものであいつを危ないって言わせてやる。危ないよ。危ないかな。大富豪やーい。あー、まあ、丸押してきた。丸押した。舐めてやがるな。舐めんなよ。お前は今から、お前今から危ないのやしたからな。これ拾ってきた石やろ。これだったら俺が外に出て10分歩いただけでもっといい武器持ってこれた。もともとこんぐらいのでかい石だったんだから。丸い丸い、ここはギリもともとのかなぐらい。あ、ここだけもほらもともとの素材が。あ、すごいね。全部刈り取ってさ、うん、頑張ってる。じゃあ次待ってていい。じゃあ次柴井さんのお部屋に行きましょうか。りょうくん、いつもありがとう。こちらです。おお、うわっ、これね、分かってない、分かってないわ、お前。オロビアンコ、結構いいブランドの手袋です。分かってないよ。りょうくん、指長くてすごい、あの、風が当たる面積がね、多いですよ。そしてイタリアの伊達男ということで、こちら、オロビアンコ、イタリアのブランドでございます。しかもこれ、スマホもタッチできます。おー、それすごい、すごいね。いやでもオロビアンコの手袋って言ったらお高いんじゃないですか。お高いんですが、なんと初売りセールで安くなって9000円。おお、まあ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 。え、ちょっとでもなんかいい感触じゃない。え、でもさ、結構いい感触。ポケットの手入れていいんだよなって聞いたことあるんだよな。俺そんなこと言った覚えない。え、言ったんだよ。嘘言った覚えない。おい、かけえから記憶ねえこれ。いい、待って、じゃあ俺だったらこれはもうつけるよ。お、俺じゃなかったの。つけてもらおうか、1週間な。俺じゃなかったらどうすんの。つけるとかじゃないしね。つけるってポーチやん。タバコ詰めつけるって言うな。どうすんの。いや、何がつけ、その同じことするよ、僕だって。本当に。これで外して次の人外したら2週間になっちゃうからね。何それ期間が決まってんの。すごっ。いや、まあちょっと充電してる時と使う、充電してる時と使う時以外はじゃあ、あの、常に持ち歩いてそれにしまうよってしまおう。お前もだからな。え、じゃあもう誰かをするべきってことか。やばっ、始まったな。やばいことになってんな。いいよ、毎回考え直していいよ。重くなっちゃったから、なんかよく考えな。大丈夫です。お前だ。スルメの中にミスさんの iPhone ケースを隠したのは僕じゃないでーす。嘘、すごい。なんで電池がそして切れそう。マジで。なんで絶対量なの。いつも絶対量じゃないの。すごいな。誰だ。やばい、次は涼しさ2週間になっちゃう。やばい、うっせー。りょうさん、どこですか。最後は正々堂々とドッジボールしましょうよ。中庭でどこにいるんですか。そんな大きな体でこそこそ隠れて、おら、上がってこいよ。いくぞ、仕留めてやるよ。大丈夫。
おい、我が主治肉林の幽霊が来た。お前ら全員射程だな。1号、2号、3号、4号、5号。お疲れ。お疲れ。3回戦でかい。これ最初はグーじゃんけんぽい。欲張りね。はい、こうでしょ。あー、よかった。でもここはね、勝っていく。グーリン。あ、でっか。めっちゃ離れてるじゃん、散歩で。今の体力の使い方だとこれ持たないわ。今のグリコの方法だと。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。おお、すごい。おい、バーイ。え、もう遠いよ。2回しか使わないのよ。遠いくぞ。5回戦、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。イエーイ、勝ったー。よっこで、いやもうめちゃくちゃ離れてるじゃん。あと10分だよ、人が。やばいやばい。客の撮影時間ね。絶対頑張ってよ。絶対勝つ。8回戦、最初はグー、じゃんけんぽい、イエーイ。ちよこれいと。カメラだと哲也さん点です。まだ肉眼じゃ見えるんで。最初じゃんけんぽい、グーです。ねえ、強いって。やばい。また勝ちました。グーリーこ、すぐ行くから待ってろ。なんで聞こえない、聞こえない。じゃんけんぽい、グーチョキー。ちょっと弱い。じゃんけんぽい、チョキ、グー、バカー、グーリーゴー。あいつ欲出してチョキしか出さないんじゃない。なるほど。パーが来る可能性があるな。チョキいきます。はい、じゃんけんぽい、チョキ。ほらね、いや、すごい。狙い通りだな。よーこーれー。そうだよ、多分哲也は読まれてると思ってないよ。必死だから今ね、めっちゃ追いつこうとしてんだよね。初期うそー、やばい、過去最大じゃないこれ。こんだけ封印したパワーをついに出して。え、マジで見えない。マジで手が全く見えない。え、これだよ、だって今何やってる。チョキ、今何やってんだ。なーに、気持ちいい。本当に気持ちいいわ。じゃんけんぽい、多分ぽいって言ってよ。ぽいって。チョキー、せつやくん帰ったんじゃないかってぐらい聞こえないよ。だってドッキリされてるからな。もう帰ってきてんのか聞こえてんのかも、帰ってきてんのか分かんないし。はい、もうダメです。正式に終わりましたね。全力の哲也くんがもう返事なしです。ちょっとこれ一回集まれって言ってみて、集まらせてみたら。あ、これだけは聞こえさせなきゃいけないから集まらせて。集まれ聞こえなかったら集まることもできんじゃない。あー、集まれー。うん、本来見えなかったらダメだからね。ダメだよ。あれ、あれ、あちまれって言うのですね、もしかしたら。聞こえた？なに来てらしいからですね。素材役です。お、あ、すごい、何人が聞こえる。ほんとだ、あちまれー、すごい。あちまれだ、あちまれって言ってる。行きましょう。嘘みたいな倒産な、これ。俺この人と戦ってたんだ、知らなかったよ俺。久しぶりだね、哲也。お疲れ様。顔まで見える。久しぶりだ、哲也だ。待って、知らないもん俺戦ってた。再生相手の格好これなんだ。こいつだったわ、そういえば。そうか、気になったのか。俺こいつと遊んでたんだ今。旅行だから普通に iPhone でカメラ撮って。普通に写真撮ろう。
面白い。何その顔。待ってください。せっかくなので腕にタカが袋を持てる体験をしてみたいと思います。はい。じゃんけんで勝ってんのやろう。はい。最初はグーじゃんけんぽい。あーえ何それ高やん。すごいスパーン高やんじゃん。お願いします。おお、グーに握っていただいて、これはゆっくり肘を曲げていって体にくっつけてください。おお、大丈夫大丈夫大丈夫。おお、もっと近づけて大丈夫ですよ。ああすごい、手なずけてんな。かわいい。どっちもかっこいいな。準備はいいですか。第一走、はい、位置について、はい、よーいドン。はい、おえー、おでも勝ち。そう、結構遅くない。なんだろう、なんか何が滑ったんだろう。どうぞやろう。ようくん鬼早かったよ。今日の優勝でしたね。はい、じゃあ第2回戦位置について、よーいドン。体半分前に出てる。俺これ得意とかある？よ早すぎる早すぎる。哲也の前半の伸びが全然ないですね。くそー、ちょっとやっぱスタート丸の能力欲しいな。ちょっとよーいドン。あーいやー、なんでこれ、なんでこれすな。俺が毎回足汗で通ってるからだ。足汗で通ってるから、水の摩擦でやばいことになってる。はい、順位回転でよーいドン。あー伸びだ、やばい、こうするしかない。よ、待って、マジで無理なんだ、やばい、一生進まんよね、ほんと進まん。じゃあ、てっちゃん、この回捨てようぜ。第13回、位置について、よーい、ドン。よいしょー。おーい、よいしょー。一人じゃねえか。あ、よっしゃ、マジで OK、行こう。位置について、よーい、ドン。よっ、やばい、もう立ててるわ、手が。ちょっと、こう、できない。帰るよ。5割の力で勝てちゃう。量の5割と俺らの13割で負けるんだよ。マスター CD のない。これどうでしょうか。空吹きだなってやつがいい。いや、これマジで速そう。すごい安心感が。さあ、タオルを採用しての17回目。位置について、よーいドン。おお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 お。ズボン脱い？いいよ。ズボンが毎回ゆるゆるすぎて。むしろ早く、むしろ早く、むしろ早く。え？早く早く。反則行為、反則行為。早く早く。早くさ。なんでしょう？不良。大丈夫です。大丈夫です。早く早く。お願いします。チェイス上でバイオテロはやめてください。次30回。いいね。カード。くさ。そう、ここに糞置いといたのに。わあ、マジでくさ。俺の空糞が。おい。よーい。どうした？手の空を切って量がゴール。あいつマジで強いね。絶対に二度と勝てないよ。怖いだから。手をこくことしかできない。やめてそれだけは。俺は手しかこけん。もう。どんなただのこれからだ。何このリーダー。50回戦でございます。きたー。すごい半分。いやー、消化試合すぎるな。もうこうしてるからな。やめろ、くらえ。平老流だ、平老流、平老流だったな。今日のマルマは平老でございます。超超の匂いと不快なハーモニーをお楽しみください。不眠効果疲労蓄積。哲也、はい、元気出して。元気出してよ。何もいいことがない。90走目何だかへこたれてる。てんちゃん、ありがとうございます。ゆめるが応援してくれてる。そう、見てね、ゴール行くしかないよ。位置についてよーい、とん、いけー。頑張れ、まだ行けるぞ。なんだこれ、何が楽しいんじゃ。アメリカ、アメリカ行きますか。はい、アメリカでさ、勝てたらさ、未来明るいよね。明るい、明るい。アメリカはね、勝ちたいよ、単純に。ドリーム掴みやすいね。渋い、巻き返してるか。いや、もう巻き返します。じゃあ行きますよ。ここだよ、俺、はい、頼むよ。じゃあ、And we want you to point out which one you think is the best cookie. Oh, 一番かっこいいと思う人ね。任せて。
Let's see, who do I think? Okay. 彼は何か企んでる感じがあるわね。彼を選ぶわ。このくすぶった感じの表情がいいね。モレレみたいな目つきでしょ。ゾーンに入ってるみたい。わかるかしら。そうよ、親切そうで何か腹に抱えてそうでしょ。いや、彼の目は僕は問題を起こしますよという目をしているね。私はこっち、親切そうな目で髪も素敵よ。こっちの彼は生徒会の部屋から何かを盗んでこの子のせいにしている。でも彼は全く気が付いていない 100%。 美しさから言うと徹也の顎のラインが好きなんだ。だけど利光に入れるよ。私も彼を選ぶわ。とても親切そうな目をする。過去に何かを乗り越えてきたことがわかる。とても優しそう。髪も素敵。彼は君に優しくしてくれるよ。花をプレゼントしてくれる。この爽やか彼、髪もいいね。そう、爽やか、すごくね。荒々しい感じ、支配的だわ。そこが好き。彼が一番かっこいいと思うわ。彼の顔の形が好き。だってかっこいいんだもん。見た目がいいわ。わからないけど、彼はハリーポッターみたいだと思った。ハリーポッターに似ている人はちょっと。彼かな、一番かっこいいと思うよ。すごくラッキーフェイスだ。僕も同じ、夢丸。でも芝居もかっこいいと思う。まあこっちかな。自分に誇りを持っている感じがするよ。何かを達成したばかりのような。だからいいと思う。わからないわ。でも一番目を引くの。私は多分彼を選ぶわ。髪の毛の色が同じだから。彼の目は子犬みたい。優しそう。やっぱり彼の目に惹かれるの。彼は穏やかそう。優しそうだわ。私の言うことを聞いてくれそう。涼か、また涼か。おーい、かっこよ。やめて、それは適当じゃん。それは適当じゃん。かっこよ。涼